はい、今、出力が終わりました。えっ、ー、と、章ごとに、まあ、どういったことが書かれているかっていうのを、ままとめてくれました。はい、皆さん、こんにちは。AI 部長、ニャントです。本日は、OpenA の新モデルの検証をやっていきたいと思います。えー、皆さん、ChatGPT の API は使ってますでしょうか ?Web 版を使用してるよって人はたくさんいると思うんですけども、API ってちょっととっつきにくいかなというふうに思います。自分も、プログラミングやってなかったら、まあ、よくわからなくて、多分、触っていなかっただろうなというふうに思います。 ただ、先日発表された GPT3.5 ターボの 16K というモデル、ちょっと触ってみたんですけども、1万6000トークンも扱えるので、論文を丸々読ませることができたりとか、かなり使い勝手が良かったです。はいね、このモデルはこんな感じで OpenA のプレイグラウンドでも使用することができるみたいなんですけども、チャットっていうよりは1万6000トークンも扱えるので、PDF とか、 長文のテキストを要約するとか、そういった時に力を発揮するモデルかなというふうに思います。API が使えると気軽に自分のデータと連携できたりとか、より便利になるかと思います。ただ、どういうふうにプログラムを書いていいかわからないという人もいると思うので、本日は 16K のモデルの使い方と、どんな感じの回答が生成されるのかというのを検証していこうと思います。誰でも使えるように解説したので、ぜひ見ていってもらえればと思います。それでは早速やっていきましょう。 はい、最初に注意点になります。今回 16K のモデルを使用していくんですけども、こちらのモデルですね、入力と出力にそれぞれ少しお金がかかります。で、1 6000トークン使うと、どれぐらいお金かかるかなって計算してみると、まあ、大体ですね、8円とか9円とか、それぐらいかかるので、気になる人は、私が実行しているので、そちらの結果だけ見てもらえればと思います。はい、また、今回ですね、個人的に気になっているのは、アップデートの内容として、GPT-3.5 ターボの0613は、 システムメッセージに入力した内容がまあ反映されやすくなったというところだったんですけども GPT-3.5 ターボのこの16系のモデルに関しても同じようにシステムに入れたメッセージって反映されやすいのかなっていうのは気になります。今回このシステムに入れた場合と入れてない場合え回答がどういうふうに変わるかっていうのも確認していきたいと思います。それでは実装の方やっていきましょう。はい、それでは早速実装の方やっていきたいと思います。 Google コラボを初めて触る人もいると思うんで、簡単に使い方を紹介しておくと、このセル単位でプログラムを実行していくものになっています。で、最初にまずこのセルを選んで、シフトエンターでそのセルを実行することができます。今回使うパッケージを今インストールしています。はい、今インストールが終わりました。続いて、このコラボの中で使うパッケージをインポートしています。これも選んでシフトエンターを押してもらえればと思います。 はい、そうすると API キーの入力をしてくださいというふうに言われるので、こちらにですね、API キーを入力します。はい、設定が完了しました。続いて GPT3 対5ターボの16 k のモデルをちょっと使ってみましょうということで、えっ、ー、と、こんな感じで設定することができます。こちらも実行してもらって、はい、そうすると今モデルが定義できました。次にプロンプトのテンプレートを設定します。 API に入れるときはシステムメッセージっていうのとユーザーメッセージっていうのとアシスタントメッセージというのが3つあります。でユーザーメッセージっていうのがこちらのユーザーが入れるプロンプトでシステムメッセージっていうのがその言語モデルの口調とかを制限するもので。アシスタントっていうのが AI の返答を設定するものになっています。でこの Human Template っていうのはユーザーの入力文になります。 今ですね、下記のシャープで区切られた文章を英語に翻訳してくださいということで、このテキストっていう情報を受け取って、まあ、それを翻訳するような、えっと、テンプレートを書いています。今、チャットプロンプト、フォーマットプロンプトの、えっと、テキストの引数として、こんにちはというふうに入れてます。なので、これ、こんにちはっていうのが、この中に入ってプロンプトが作られると、そんなイメージです。はい、こちらも実行します。 そうすると、はい、このプロンプトの中に、このこんにちはっていうのが入った状態で、えっと、これが、えっと、作成されているのがわかるかと思います。はい、これを言語モデルに入力してみましょう。はい、そうすると、ハローということでですね、こんにちはが訳されて、ハローが出てきています。はい、続いて、トークンの数を数えることができるというふうに書いてあるんですけども、今回、1万6000までのトークンを扱えるというモデルなんですけども、それ以上の文章が来た場合に、 ま、その1万6000トークン以下で切ってしまうということをやりたいので、トークンの数を数えられるようにします。で、それがこの TIC トークンというもので、エンコーディングフォーモデルで GPT-3.5 ターボ b っていうふうにすれば、この GPT-3.5 のターボの中で行われるトークンの変換の仕方っていうのを再現することができます。例えば、はい。で、こんにちはっていう言葉を打つと、言語モデルの中では一つのトークンとして扱われるということになります。 で、このトークンに、そのトークン固有の数字っていうのが紐付けられてて、それに変換されるようなえイメージになります。なので、例えば、これ、こんにちはを、この和にしてみます。そうすると、3つのトークンに分解されました。で、これは、こんにちはっていうのが、えっと、登録されてなくて、えっと、この、こんにちはを分解して、えっと、トークンとして変換してるので、こんな感じで3つのトークンに分解されてると、そんなイメージになります。で、これちょっと面白いのは、こんにちはって言うと、1つのトークンになりますと。 で、これ、こんにちはっていう、これを反対から出力してくださいというふうに増してみます。このテキストを反対から読んでくださいというものですね。で、ここに、こんにちはっていうふうに打ちます。はい、これどうなると思うでしょうか。はい、実行してみると、こんにちはということで、そのまま出てきました。で、これは一つのトークンなので、そのトークンを予測するっていうふうになると、その一個一個逆にして予測するっていうのは、かなり難しいタスクになってくるんですね。 これぐらいだったら簡単にやってほしいなっていうふうに思う人もいると思うんですけども、このトークンを予測してるっていう関係上、まあ一つのトークンを逆さまに読むっていうのはまあ難しいのかなというふうに思います。で、逆に例えば、猫飼いたいというふうにすると、まあこんな感じで6個7個のトークンになります。これを逆さまに読んでもらおうということで、こんな感じで実行すると、え、遺体囲根ということで、遺体囲ねとちゃんと反対から単語を出力することができています。 で、これはトークンとして、えっと、バラバラになってるので、比較的予測がしやすいと。で、逆にこんにちはの場合は、トークン1個なので、まあ、反対から出力すると、トークンがどれかわかんないので、まあ、予測が難しいと。まあ、そういうふうに解釈できるのかなというふうに思います。はい、ちょっと脱線したんですけども、えトークンの話でした。はい、それでは、ようやく処理の実装をやっていきます。で、処理としては、こんな感じで書いてみたので、えっと、興味ある人はですね、中身を見ていただければと思うんですけども、まあ、やってることとしては2つあります。 で一つが、このプリプロセステキストということで、先ほどもあったように、この後 PDF を読み込ませるんですけども、まあその PDF の長さが1万3000トークンを上回ってしまう場合、この場合は、モデルが十分に出力できない可能性があるので、えっとカットするということをやっています。あとは、えっと翻訳のタスクということで、えっとシステムメッセージを入れる場合と入れない場合で分けたいというところで、それを場合分けしているというのと、 プロンプトとしては、あなたは AI 機械学習が専門の研究者ですと。で出力はすべてマークダウン形式で、各セクションとそれに紐づく内容を日本語で出力しますと。で、論文のテキストの内容を与えて、その論文をセクションごとに要約するというタスクをやらせます。はい、こちらの関数を実行してください。はい、それでは要約する論文の方を読み込んでいくんですけども、今回、この Low Rank Adaptation of Large Language Models と、この論文を要約してみたいと思います。 はい、こちらですね、かなり話題になっていて、マイクロソフトから出てきた、えー、論文になっていて、えっと、モデルを学習するときに、その学習するパラメータの数を減らして、まあ、精度を落とさないと、そういった事実、えー、の論文になってますで。これですね、結構ページ数としては、えー、あるんですけども、ちょっとこれをですね、要約していきたいと思います。でこの i y p d f ローダーというもので、えっと、PDF を読み込めるんですけども、えっと、こちらですね、ファイルから PDF をアップロードする必要があります。でこのボタン、セッションのストレージにアップロードですね。 はい。そうすると、今、アップロードが進んでいます。はい。こちら完了し終わったら、えっ、ー、と、こちらの更新ボタンを押すと、え、このロラ、えー、PDF というのが出てきました。はい。これを読み込んでみましょう。はい。そうすると、ちょっとエラーが出てしまいました。これ、PyPDF がないって言われてますね。で、こちらについては、修正したものを、え、アップロードしておきます。はい。こちら読み込んで、はい。こちらを実行します。ね、こっちは実行してなかったので、これ実行してから、 え、これを実行します。そうすると、今この PDF の文章を、プロセステキストですね。こちらで毎週の実行して、1万3000トークン以上の場合は、打ち切ると。それ以外の場合は、テキストの情報だけ、どんどん結合していくってことをやっています。はい、今終わりました。でトークンとしては、1万131トークンありますと。で、コンテンツを見てみましょう。 そうすると、この論文の中身のテキスト情報のみが抽出できてるかなというふうに思います。はい、それでは早速、こちらをですね、要約していきたいと思います。まずは、このシステムを使わない場合ということで、先ほどあったように、システムとユーザーとアシスタントっていう、まあ、ロールっていうものを設定して、えっと、言語モデルに入力できますと。で、このシステムっていうのは、言語モデルの口調を決めるものというふうな話でした。で、そのシステムを使わずに、そのユーザーの中に、このプロンプトすべて、これを入れた場合に、 どういうふうな出力になるかっていうのを見ていきます。はい、こちらを実行します。はい、こんな感じで出力されています。ちょっと早送りしましょう。はい、今、出力が終わりました。はい、こんな感じで、えっと、章ごとに、まあ、どういったことが書かれているかっていうのをまとめてくれました。で、これ今、マークダウン形式で出力させてるので、例えばですね、これを、え、こんな感じで書いてあげれば、こういった感じで、まあ、きにですね、えっと、出力することもできます。 こういうふうにすると、まあ、結構読みやすいですし、えっ、ー、と論文の中身をですね、理解するのにすごい役立つかなというふうに思います。で、これは、えー、12000トークンを一気に読み込んで、えっ、ー、とそこから要約をさせてるので、こんな感じで、えっ、ー、とセクションごとの要約っていうのがうまくできてるのかなというふうに思います。はい。で、レスポンスのトークンもカウントしてみましょう。そうすると1812トークンということで、えっ、ー、といですね、14000トークンぐらい、えー、と使っているという感じになります。 はい。で、続いて、えっと、システムを使う場合を見てみましょうということで、先ほどは、え、ユーザーロールの中に、えっと、すべてのプロンプトを入れたんですけども、次は、その、言語モデルの口調とかを設定するシステムの方に、え、プロンプトですね。えっと、こちらの、あなたは AI 機械学習が専門の研究者ですっていう、こちらのプロンプトに関してはシステムに入れて、えっと、こっちに関してはユーザーに入れるということをやってみたいと思います。はい。今、出力が終わりました。 で、ちょっと出力内容として結構あっさりしているのかなというふうに思うんですけども、ただ論文の要点とか背景とか、えー、問題の概要、メソッド概要とかですね、セクションごとのなんかポイントみたいなのを絞って出力してくれてるんじゃないかなというふうに思います。はい、こちらもマークダウン形式でちょっと出力してみたいと思います。そうするとこんな感じですね。えっと、アブストラクトがあって、まあこういうふうに書いてると。なんか先ほどは結構過剰書きで、えっ、ー、と、こういうふうに書かれてたんですけども、 今回は割と一つの文章で、えっ、ー、と、論文の要点を、えー、要約してくれてるんじゃないかなというふうに思います。で、内容としてはですね、ちょっと全部合ってるかっていうのは確認できないんですけども、文章としては、とまあ、自然な文章でいいんじゃないかなというふうに思います。で、ちょっとここら辺のシステムを使った場合と使わない場合ってどういうふうに変わるかっていうのは、ちょっと私はまだ検証が十分にできてないので、見ている人で何か感じたこととか、 えっと、うまくいかなかったよとか、そういうことがあったら、ぜひコメントの方で教えてもらえるとありがたいです。はい。で、他にも、この16系モデルを使う、えー、利点としては、この論文を読ませた後に、わからなかったところを質問するということができます。で、それちょっと実装してみたんですけども、えっと、次の論文から下記の質問に答えよっていうふうにして、このシシスというところに、えっと、論文の内容を入れて、それに基づいて、この質問の回答を生成させるようなタスクをやってみたいと思います。 今聞いてみたのは、まあ、どのような評価を行って、モデルの品質が維持できることを確かめたのですかってことで、え、こちらの中でですね、実験結果の概要ってことで、まあ、こういうふうにですね、ロバートだったりとかディバートだったり GPT2 や3のモデルにおいて、トレーニング可能なパラメータの数を削減しながらっていうふうに書いてあったので、これどういうふうな実験やったんですかっていうふうに聞いてみました。まあ、そうすると、こんな感じで、えっ、ー、と、回答が返ってきました。これちょっとマークダウンで出力してみますか。 はい、そうするとこんな感じで、えっと、論文では、えっと、ローラの性能を評価するために、いろんなタスクでの実験を行いましたってことで、いろんなタスクって何かっていうことを、まあ、具体的にですね、このタスクで評価しましたってことを回答してくれてます。はい、こんな感じで、論文の内容に対して簡単に質問することができるので、かなり論文を理解するのがはかどるかなというふうに思います。 はい。ただ注意点としては、毎回1万2000トークンが入力されているので、まあ7、8円とかですね、お金かかってるなっていうふうに、えー、意識しながら使うのが大事かなと思います。で、ちょっとそのお金が気になるなって人は、以前紹介したテキストを分割して、そこから関連文章を引き出して質問するっていうやり方ですね。えっと、そちらの方が、まあコスト的には安いのかなというふうに思うので、えっと、そちらを使う方がいいかと思います。 はい。で、他にも16テトークンってチャットの履歴をよく保存できたりとか、そういった利点があるのかなというふうに個人的には思います。他にも使い方があるよって人はですね、ぜひコメントの方で教えてもらえればと思います。はい。以上で本日の動画を終わりたいと思います。えー、この動画が良かったなというふうに思う人は高評価、コメント、チャンネル登録の方よろしくお願いします。えー、それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。API を使用するってなると、API ってちょっと で、自分もプログラマーやつ。